ブレードファンの皆様、こんにちは。えー、今日はですね、ちょっと特別なモデルというか、一風変わったモデルをご紹介したいと思います。えー、っとですね、こちらね、このデザインが、まあ、お気づきになる方は、まあ、わかるかもしれないんですけど、ちょっとこの辺の形状とかが SF チックというか、面白い形ですね。 えー、キックナイフさんですね。キックナイフさん。いつも、まあ私何本か所有してて、えー、ハシナウカムイとかね、その辺の、まあ、あの、種類用のモデルが好きなんですが、今日ご紹介するのは、モデル J。モデル名がね、モデル J というもので、OU31 個の G10 ブラックのものになります。えー、かなり変わりだねというか、えっとですね、これ実は、 開けましょうか。こういったモデルですね。すごくないですか。かなりシェイプされたデザインですね。こういうデザイン。かなりこうね、シェイプされたような格好のデザインになっております。これがモデル J。これ陸上自衛隊、えー、陸自向けに、まあ、あの作られたモデルの えー、民間バージョンということで、えー、まあもともとこのねモデルは、まあ、陸自のそのなんていうのかな格闘訓練というかまあそれ用のねそのモデルなんですよねそれを、えー、民間用にね出したらしいですあの民間モデルとしてまあちょっとね変えられているようなねもともとの交換長用のモデルとまあこの民間バージョンのねモデルとの違いということで えー、ブレードバッグのこの峰の部分ね刃が付いているように見えるんですけど実は刃はここはね形成はされていないんですよねまああのー、研ごうと思ったらね研げるんですけどまあここが交換所へのモデルはあのー、刃に、ね、なっているようなねことをまあお聞きしたというかね、まあ、そんなねえー、ことをねでしたえー、っとですねあとここね まあ、ここは鬼切り場、ね、セレーションになってますね。こんな感じね。これ実はこのモデルっていうのが、昔からね、どうも調べたらあったらしくて、2013年とかにも、その、なんかね、モデルとして所有されてる方がいらっしゃいましたね。若干の違いはあったんですけど、このハンドルの部分が、あの、キックナイフさん特有のマックスカサ削りだったりとか、 ししましたね。あとここのおにぎり刃、ね、波刃の部分が少し形状が違ったりとかで今健康のこのモデルっていうのはそのハンドルがねこういうあのキックナイフさん特有の松かさ削りではなくてえ何、ー、ていうのかなまあこんなねちょっと SF チックというかこういったね現代そのナイフ作家さんに見られるような形状な形なんですね。 まあこんな感じで握りにくくはないですねこうつるっとねしたような感じであれですけど握りにくくはなくてこんな感じですねで歯は結構細身でねあの薄鋼材は薄いんですよね確か4ミリだったかなスペックから軽くね見ていきましょうかまず厚み鋼材の厚みからねえー、っとねきますね、まあ 4.38とかね。この辺がね。なんですよね。4.39。4.03、ね。こういう風な厚みになってますね。ここ実はね、あの、えー、ハンドルの鋼材がね、テーパードタングになってるんですよ。後ろに行くに従って薄くなってるような形。この辺が3.16とかね。 ね、ででこここの辺が4.31だからまあ1ミリほど1点ちょっとぐらいね1.1ぐらいはその薄くなっているとこの辺 3, 3ミリかそうだね 1, 1ミリまあちょっとぐらいね1.3とかねそのぐらいかなうん薄くなってるんですよね後ろに行くに従ってちょっとこの辺はね他のキックナイフさんの作りにはないそうだなあのこういうモデル ラブレスタイプのこういうねモデルに関してはこういうねバックの部分がこういうふうにあの薄くね形成されるような形なんですけどねこういうねラブレスモデルねによくま見られる特徴というか重量のバランスをね、はい、こう取るためにねされてるような加工がねされてます。これ結構変わって 出ますね菊名さんで重さはね0からね1 8 5ムですねまあまあ軽めかなこんな感じのモデルでんですよねえっとね似たようなモデルとしてちょっと出しましょうかね要はこういったモデルですよねこれはアメリカの、えー、マイクロテックのソーコムーアルファだったかな そういういモデルなんですけどねこれが212か212ねでこれが100な180若干こっちの方が軽いかなこっちの方が少し重たいみたいなねこんな感じのうんまあ比較としてこういうナイフねこういう、まあ、こんな感じのナイフなんですよ要はねいやなかなかねこう並べても いいですよねジャパンモデルと日本のキクさんが作ったモデルとこっちのねアメリカのマイクロテックのモデルねキクナイフさんってそのアメリカの方の高官長のですねあの要はオフィサーとか警察官とかねあとあの軍の方のね関係の方とかにもかなりその影響っていうか好感をね持たれている日本の,あのナイフ作家さんなんでそういった そうそこの辺をね、考えると、まあこういうアメリカのね、ナイと、こうね、並べても、まあ、いろいろね、面白いかなと。上から見るとね、こんな感じ。比べるとね、うん。やっぱブレードがね、こうね、どちらもね、シャープでしょ。うん、いいでしょ。こっちもね、いいんですよね。ほんとこれも好き。すごくね。 これは、これでかっこいいんですよね。本当にね。まあまあ、こう置きつつ、少し緩和というか、あと、は長さね。あと長さとスペックをね、先にご紹介ね、してしまおうかな。こんな感じね。全体長さとしては、えー、258ぐらい。260ないぐらいね。260ミ、mm、リないぐらい。刃は、刃の有効波長、130ぐらいかな。130ないぐらい。 128とか、その辺ですね。まあ、ソーコムのマイクロテックのソーコムアルファの方は、えー、165? 長さはね、全体長さ。うん、130ぐらいかな、有効波長。130ちょっと似、似てるは似てるね、結構ね。長さも 160, こっちは 100? 165若干長めだけどやはりね似てるんですよねスペック的にも重さ少しありますけどということは何なのかというとまあそういうことなんですよね、うん、用途としてね同じような用途のものですよね,ねまあここ自衛隊向けのね格闘とかで使われるようなものなでこれもそういうねアメリカの方でそういった用途のっていうか感じなんですけど えっと、そうね。あと、そうそう。えー、っと、大事な、いつも忘れがちなブレード。えー、っとね、ブレードが、これは実はね、キックナイフさん、うん、特有のハマグリではないんですよ。バン。なんと、フラットなんですよね。ね。若干、その、セカンドベベベルがね、まあ、あの、セカンドベベルがついてるんで、けど、このね、ブレードのね、グラインドの形成は、 フラットですですしょこっちの方もフラットかな上の方もねまあ歯をね上形成すればフラットになる下の方もフラットですよねこんな感じなんですよだからね面白いんですよね要は交換庁のそのこのね ナイフをデザインされた方がある、その自分の、あの、経験、えー、を、まあ、思想体系化した道具として、えー、設計デザインされたものを菊さんにこういうふうに作ってくれといったモデルがこれ。だから、まあ、あの、フラットグラインドね、切れるように、要はより丈夫さとか、よりもですよね、やはりね、近接格闘とか使うんでしょうね。だから、 そういったまあフォローとかこういうねフラットの方が切れますからあとまあそういうこういう形状あのハンドルのあのフルこういうねフルテーパードタングになってるような形状もそうですよあとハンドルのこの形状もまあ後々こうあの何て言うのかなブラッシュアップされてやっぱりこういう風にっていう風にねあの海底海底が入ったのかもしれないんですが えー、まあそういった設計思想というかね、あのー、そういうものが入っているで菊内さん,なんかこれを作ったということでそういうことなんですねスペックはこの辺なもんかなで、まあ、この購入した経緯についてはこれ5月の,あの博多の私が行ったブレードショーで現地で、えー、直接ねキクさんから購入したんですよまああったんですよね いわ、まあ、くこのモデルは非常に作り手と側としてはあまり作りたくないっていうふうに言ってました作りたくないっていうのは多分手がかかるんでしょうねあのこういうふうにハンドル部分がこうあのテーパーになってますし薄いですしこのおゆ3 1一も歪みとかその辺が結構ねあれなのかな作るの結構ネックっていうか難しいみたいな話を聞いたことあるというかまあ その辺もあるのかなまあ形状も形状でこの辺のおにぎり板とかもね綺麗ですけどこの辺の薄くてね、まあ、作りにくいんじゃないかなこの辺のテーパーも面倒なのかなわかんないですけどそのまあ現地でこう見てもう一目ぼれですよねでもう相当手に入りづらいモデルでもあるしっていうことでで作るのもあれなんで。 ななかなかあんまり出回らないよっていう風に言われてたんでだったらっていう形でまあ購入させてもらったんですよね。それがまあちょっとこのモデルについての逸話というかそういう格好なんですけど、えーまあ、初めてそのブレードショーに私は自身はそう言ったんですよね。あの今回ね。そういったことを踏まえると結構やっぱりね 実際ね、お会いしてびっくりはしましたけどね、やっぱりね。その、まあ、自分の中で、まあ、変に、まあ、早い話が、なあ、多分、素人が芸能人見るような感じですよ。私はあんまりテレビとか、の、芸能とか詳しくないんで、こんな、ね、こんな知識ばっかなんであれなんですけど、うわーっと思ってね、わ、こういう感覚なのかも、みたいな感じで、簡単に言えばね。まあ、けど、まあ、会ってね、話してみたら、やはり、 思,ああ思ったのはね、キックさんに関しては、うん、すごい、BK、やはりねあ、すごい人だなって。なんで、なぜ、その、えー、まあ、気さくにね、普通に話してくれるんですよ。な私みたいな、何、初めて会うよね、どこの馬の骨かもわからん、わけわからんやつが、なんかこうね、だけど、その、いろいろね、要は、海外での、 そういうオフィサーの関係の方々とのつながりの話とか、その、何ていうのかな、向こうでの、その、そういう人とのつながりの中でのフィッシングとかね、その、あの、あと射撃の時の、まあ、ちょっとしたね、小話みたいなのも、気さくに本当にこう、普通に話してくれて、やはりなんていうのかな、その器の、人としての器の大きさみたいなのを、 あの感じましたね。だからその一回のその職人としての凄さもまあもちろんそれは当たり前ですけどあるとは思うんですけどもう一回やっぱりね人間力っていうか人の深さとか器の大きさっていうかやっぱり気さくなその 人がこうねこう寄ってくるというかそういったその人情力というかそういったいろいろなそういうものも感じましたねだからわあやっぱすごい人だなと思ってだからこういうねいろんな方々とのつながりとかあってあのそういうねまあいろいろねいろいろそのまあ思いをねあのはすことのできたというか非常に良いあの出会いというか。 あ普通に菊さんが何か普通にふなんか何気なくそんなね話をできるっていうのはやっぱりいろんな人生経験豊富なところというか奥深いところというかいろんな人間とねいろんな場所でいろんなそのまあなんていうの文化とか経験とかその考え方も違いますしそういった人との,このつながりとかいうかそういうものをなんていうの培っていく。 中でやっぱり形成された人間力というかそういう部分はあるのかなとまあうんまあそんな感じかな、まあ、とにかくいい人でしたうんすごくね大好きです菊さんはいでえー、っとまあそういったこともあって一段とねあのファンとしてねあのこの刃ー,マーね好きになったという、うんとにかくまあその美しいですよねこのナイフ1本からしてもこの ね、ブレードのこの流れるようなねライン直線的なあの形成されたこのハンドル独特のハンドルキッ,クスキックスナイフさんいつものその特有のねこういったまあちょっとこれはあれですけどの土地かなあの黒くはないんですけどこういう松かさ削りではなくてこういうねハンドルでで薄いんですよね結構ね。 これも最高ですけどねこういう感じの。えー、で、ああ、そう、もう一個触れておこう、簡単におくと、あのキックーナイフは何がいいかっていうと、まあ、これ、あのー、シスとこのナイフとの関係、これ、もうこれ最高みたいです、最高っすよ、本当で海外のオフィサーの とかねからも相当に絶賛ねされているようでえー、っと昨日ちょうどそうそうあのー、見てたあのー、これね日本のカスタンナイフねあのー、この2023年のねナイフダイジェストなんですけど私今マニアなんです、ね、やっぱ見るんですけどこれかこれね新しいキクさんのねこういうものすごく小型のナイフっていうことでこれね あのアメリカのアーケディアルあのジェイソン・デイビスっていう方のね警部補である方、まあ、この人とそのつながりがあって向こうの,あのポリスオフィサーなのかなジェイソン・デイビスさんまあそのサザンクロスだったかなその人と前その前作られたモデルサザンクロスってモデルがものすごく気になってるんですけど私の中であそうそうそうごめんなさいそういうその方からもやっぱりね何がすごいかっていうとこれなんですよ このあの脂スのこの感じ、えー、ナイフの収まり方というか本当に絶妙な力あまり入れなくてもポンとねあの抜けて跳ね上げるようにねポンってこうな、ね、ポンって飛んでいくような感じなんですけどはまるときはカチッとはまるこれが他のモデルでもブレなく一貫してるんですよねこれあの ほら、ハチナウンカムイですけど、こんな感じ。これがね、すごいんですよ。あの、ブレなく、一貫してこういう作りになってるっていうのが、やはり、やっぱりその辺は、ほんとすごいと思いますよね。その品質的にブレないって、高次元のレベルで、いつもこのような形のシースが、きちっとね、作られてるってねやっぱりすごいと思います。だから、まあ、高価なモデルですけど、一貫してね、 素晴らしい作りですね。えー、このマイクロテックのこの感じも好きですけどね。あのー、ここ押しやすいんですよね、これ。で、これね、若干この入れる時のここがね、かなりこういう風に寸法的にまあ、無理しちゃってるというか、こう、かなり押し広げる量が大きいんで、ぐっとね、まあこの辺はまああるんですけど、うん、癖はあるっていうか、そのまあ、 まあ入りやすいは入りやすいんですけど、キックナイフさん、キックナイフの方が、この辺がものすごいなんかスムーズというかね、よくは感じますよね。うん。少しこれに関しては、ここのモデルに関しては、ここがね、あの、いつものようにこう広がってはないんで、他のモデルだと大体、その、こんな感じで、このナイフを包むような格好で、 シースがこうやって広がってるんですよね。こんな感じで。わかりますで、だからこうやって押しやすいんですよね。こう。だけど、このモデルは、とにかくそのスタイリッシュというか、寸法的にキュッとね、あのー、収まってるんで、ここがね、こう押すところがちょっとね、狭いというか、なので、若干ね、押しにくいかなっていうところはあるんですけど、そのぐらいかな。違いについてはね。うん。 ブレーードショーでね、今回購入したモデル J というね、モデルのまあ紹介でございました。ではまたよろしくお願いいたします。それではまた。